はい、ルールの方は、特に制限ございませんということで、はい、記念すべき、アジョにてこれ P4U 通じてですね、ランバと、はい、初ランバとです。さあ、初ランバと、影響体飾りますは、1P 側が、マスキさんの、感じと、2P 側が、このカイキスクカラーの有名な、あの、かの有名なガチャオロスさんの、ガチャオロスさんの、中身です。ガチャオロスの中身がじゃんけんに負けて、マウントポジションから、ワンモア、コンボ入れてしっかり繋いでくる感じ。さあ、クイックスケートか、繋いで、おっと、ここでぶっ放す。減りますね、実に減ります。十文字、信頼しております。これ SB ですね、これは。SB で2つ以上ついてました。これなくなって。いやー、投げで、これで無敵使って、KO。一本目取っていったのは、つくのの、感じですね。はい。二本目。さあ、ガチャ様は、先ほどの戦いを見て、どういう風なガンチャンケを仕掛けていくのか、シシ。さあ、ガチャ様といえば、二択。この二択。繋がってても二択。襲い切ってるわけじゃない、二択。さあ、しっかり叩く。ここに出るからの、コンボ繋いで、圧倒的に減る。現在の、上位100位ランクの中に、こう、漢字と、ナルカミがひしめいているような状況になっておりまして、まあ、その2、2強と言っていいのかどうか、まあ、現在からわかりませんけれども、からの、十文字。はい。はい、ここから勝負。いいところ。さあ、シシ。さあ、ザザッと滑ってきたこれがガチャ様のトラップ、ガチャトラップ。さあ、しかし攻めは継続させない、慎重に。ちょっとびっくりしたけど大丈夫。さあ、ここはマウント乗って、KO。これ B 兄弟ですね。騎士さんの真田が、勝利しました。A 兄弟では、マフツさんの、漢字が勝利いたしました。はい、次。はい、現在 A 筐体で1ブロックの、予選、B 筐体で3ブロックの予選を行っております。 1P 側ですね、石化の陣の男、石化陣の男、ナルカミバーザスシータさんのアイギス。はい、お互いキャラパーには文句なし。さあ、A レーンから固めていく。立ち B、隠して。A で固める、A で固める。ここで逆切れこすったが、もう少し我慢した方が良かったのか、ちょっとわからないが、しかしここからワンコン入って、さあ、確定飛ばして、どんどんダメージを取っていく。ありったけ取っていく、3900。まずは盤石で、一本目取っていたらシータさんがイギス。ラウンド2。なるかに前捨てのところに足払いが入ってからの中下段でたくっていくからのコンボで2000減って画面端。さあ、覚醒する。これで3ゲージからの逆切れ、ちょっと危なかったか。まあ、これはよしからのトラップ、十文字、通常十文字。さあ、これでまだライフがまだ残っている。バーストハーフ。さあ、まあ、上十文字は離して、もう少しゲージがあれば、といったところ。しかし、ここはしっかり押さえて、シータさんのアイギス勝利。はい、じゃあ次は、まさかシータさんの決勝で、シータ、まあ、頑張ったら見えるでしょ、うん。それだけ見てたら大丈夫。美京隊、はい、次。はい、熊さんと秘書さんの決勝。はい、そのままいきますね。はい、A 兄弟決、1ブロックの、決勝戦ですか、行われております。さあ、今度決めているのはシータさんのアイギス。ちょっとつながらなくて、しかしもう1回中下段からのコンボ入って、2649からのまた中段、これが見えなくて、ちょっと見えなくて、これ中段も下段も長いんですよ。これはちょっと見えないからの、こう変えて見上がれから起き上がれ、足の板からアイギス覚醒。さあ、覚醒したアイギスには SB 真相がございますよ、というふうなことで、ちょっと危ない、しっかりしゃがんでいた。ここでバースト、かしてバースト。はい。さあ、バスター、バスター。と、真相、しっかりガード。対空、使って、
人はここで思い切って逆ギレからの、おーっとおっと、ボッていく。今の狙っていたのか、それともフォローして何とかなった感じなのか。まあまあまあ、この辺は、本人のみず知るということで、はい、スルーしていきましょう。さあラウンド2攻めております、しっかりガードしておりますね。まあ、ちょっとここの確かアイギスの中継なんて、ここのダッシュというか全体的にちょっと遅くなってる感じがしないでもないんですけれども、まあ、気のせいでしょうか。うん、まあそんなことは関係ないぐらいね、あれなんで、まあ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 覚醒と思われて偉いところまで行ってしまった。このまま死んじゃってしまうのかーと、アイギスヒートした。さあワンチャンあるのか、ワンチャン、ワンチャン、あーっと、ピガチー。ここは、五段の面目を見せつけたし。はい、団員制発生いたします。さあ、神々しいこの白色の、白色のこの鳴神は、ガチャ様の鳴神でございます。さあ、このちょっとあの影のあるカラーが、セッカさん、セッカさんですね。セッカ雪花ちょっとわかんない。さあエーレンでコンボつないで、あとここつなぐ。補正は強めだが、それでもしっかりとダメージを取っていく。投げ、さあじゃんけんぽいからのビッシュでとどめをさせていただきます。セッカさん、さあナメコンバーザス中身の戦いでございます。投げを通って起き上がり、はい、逆ギレを起こして、逆ギレをこすり返す喧嘩でしょうか。イエペルスマホ、さあさあこれですね、このガチャ獅子とにかく何か通常技をキャンセルしての獅子、これがカードできない。繋がらなかった、繋がらなかったが休止に一生を得た高校。さあ行行からのストーン、ちょっとこれはおっとガードした、ガードした、ちょっとこれはでも雰囲気的にはこうガチャ様のこうリズムに乗っている感じがするぞさあ逆切りしたら逆で打ち返さないといけない、このやはり礼儀ですか、なんかこうシンパシーみたいなものがですね、あの戦っているうちにね、カッカカッカ来るんですよ、これわかるんですよ、後で動画で見たらなんですけど、ふざけんなと、ふざけんな、こんなやり方で交差でたまるかというふうなやり方で交差ていく、これがやはりプレイヤースキル。おっ、キンパ強気に振っていく、キンパ、おっとガチャさま、ガチャさまのドヤ顔、ドヤ顔、どうや俺の見たかと言わんがばかり。はい、B 状態はゆかりです。なんかこうみんなのこう含み笑いがちょっと非常に楽しそうなこう対戦になってきましたね。はい、ですね、またも、漢字バーダス、なる神でございます。獅子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 逆ギレに対して投げが入る。さあ豪快ですね、ダメージの入り方が。さあ無敵を利用してしっかり割り込んでいる。これ投げとね無敵が重なっていることでガチャさんはちょっとタコを2つ同時に潰されているので少し不利なのか。しかしそんなこと関係なく、あ、なるほど、獅子で売るときは投げ入らねえだろうと。いや、そんなことはねえだろそんなことはねえ、はい、もう獅子で振ってくるのが分かってるから、ここは投げを振って、と危なかったけど、はい、もう一回来るね、やっぱりね、はい、様子見した、しっかり様子見した、よかった。はい、逆ギレ、さあちょっとガチャ様のシンパシーをこれは感じているのか。おっと、キャラ対しっかり足払いで対抗している。これやはり知識ですね、格ゲー経験の深さ。投げが入ってこれ UFO カガンとかいうまあジャンプしてアンテナホみたいな感じの場所なんですけど、あのことだったら言うとね、やっぱりね、うん、というところがございます。投げが入らなくて BCC BJACC さあファルコンからの、さあここで感じが巻き返していく。これ一つかぶったワンチャン、ここで補正切ってくるここで補正切ってくるというか、とりあえずここでもうキャンセルしとけみたいなところございますけれども、それでも大丈夫なのか、こうなるかみのいいところ。そう、試練一斉、これね本体ねだけでもね出せるんですよ、恐ろしい話です。はい、試練一斉ね、
おっとここでこすってさあちょっとおっとここで獅子この獅子分かってても見えない獅子分かってるのに見えなくてバーストファイトおっと謎のガッツポーズが出た謎のガッツポーズが出てガチャマロスおチョウロス行きましたねガチャソルガチャソルはい下克上なるかはい、B 状態では現在、チロルナルカミと、飛翔サラダの、まあ、ストフォーでやってるような対決顔合わせでございます。はい、やっております。はい、A 状態の方は金魚さんが 2P、ワンピー側はミツルスカイの外人さんでシャードさんですね。これ結構きついですよね、正直。うん。まあ、ドバーからこう迫られてその後っていう風な形なんですけど、まあ、画面端を押せられるとね、正直きついかなっていうのはありますけど、まあ、新たに実装されたガーキャン QE ですか、あの辺使ったらどうなのかなっていうふうに思ったことありますけど、最近ちょっといいこと全然使ってないんでよくわかりません。はい、ということで壊し壊しカラーの AA でコンボとなって、まあ D 落としてみたいな感じの展開になりますよねと。まあ一回ちょっと使えられたりこうガル端寄せられるときついので、そうなる前になんとかしときたいというところでしょうか。さあ1ラウンド目とは打って変わってユキコ有利の展開、圧倒的有利の展開、ちょっと動きが疲れてきましたかというところを、一回寄られるときついですけど、一回寄せられなければまあちょっと試合の方の展開を抑えることもできるのかなというふうなところもあるんでしょうか。まあユキコは前作であまりこう優遇された方のキャラクターではなかったので、ここに来てやはりちょっとね、ちょっと日の目を見てきたかというところもございますが、まあ、この辺りもやっぱりこうね、諦めずにプレイしたプレイヤーの皆様のこう人生があってこその、はい、D 振らして、さあコンボつないで、これ新技ですね、からの曲がりますね。いや、そんなつまんのマジで火力でけえ火力でせ、今レベル0ですよね。すげえ火力5000まで行きました。実にハイパー。はい、今日前変わりました。それでは見ていきましょう。A 筐体が 1P 側がシャードドさんのミツル、 2P 側がマサシさんの番長となっております。逆切れで返して投げて置き攻め、こう A から画面端まで吹っ飛ばして、こう逆切れで返していく、投げてワンモアキャンセルして覚醒に入ってる、一本取っていくのは 2B 側、まさしさんの鳴神と、D4U2 出てからシャドウバージョンのキャラを全然見てないんですけど、まだまだ開発がされていないんですかね。覚醒とバーストがないのがやっぱり痛いのかな。 1P 側が A 筐体が耐えることが5分、バーストも持ってる、逆入れで返して置き攻め、ここは逆入れ、ここはバーストを吐いてコンボを入れていきたいが、体力5分、ゲージも2本ずつ、ちょっと歩いて獅子ワンマーガードしてる、逆切れで跳ねて 2B から、お、補正切って逆切れを読んでた、 5B からワンマーバースト、これは行くでしょう。取っていったのはまさしさんの鳴神が 2-0。
繋がった。取っていったのは、農茶さんの真田21。それでは軍人さんとオレコンさん、オレコンさん B 兄弟でお願いします。A 兄弟が、鳴神が体力をリードしている。二人とももう PSR650 を超えている。いつの間にそんな隙があったんだ。僕まだ100いってないですね。逆でガードして、ここはバースト入ってくる。画面端で固めて投げ通る。一本取っていくのは 2P 側の、まさしさんの鳴神と2ラウンド目。ゆきこの火力がすごいとさっき見せてくれたコンボが5000ちょい減ってましたね。この距離はゆきこのターン、ガキルつけて下段から一旦距離を離して裏から護衛でエーレン。おっと減るな、減るな。4800、体力ほぼ瀕死。ユキコってこんなに火力あったっけ。ディアで吹っ飛ばして、アシチが入る。鳴神のターン、あっとボコスカが使ってしまうが十文字が届かない。取っていったのはワンピ側、金魚さんのユキコ11。まずユキコの間合いからペルソナで攻めてガフをつけていく。ガフできない、補正切り。マジか、めっちゃ減る。3500、ニービサイクコンボに行けず。だがここでもう一回コンボが入る。ナルカメラさんあれですね、獅子フィント、獅子が出ないやつ。今作追加の画面端護衛5尾、獅子で締めて上から下段が入るが、ここはバーストを使っていく。真上から体力ほぼ五分だが、あっとこは覚醒を許してしまい、お互いゲージ2本、3本ほぼ同等でバーストを使っていく。あっとこれスカルの下段が通って画面端、あめっだ減るわ。取っていったのはユキコなので、金魚さんのユキコ21となりましたので、D 筐体を、通常設定台に今戻しております。はい、農茶さんの真田バーです。オルフさんの、ゆかりですね。あーカードね、まあまあその辺はいいでしょうということで、はい、遠距離で誘っておいてこうインファイトをこう追い返すというようなこう立ち回りのゆかりでございますが、まあ、それ以上にこう真田の、インファイトが通用を送るというふうな展開でございましょうか。ここ逆切りでこの距離が裏返るのはこう非常にいいですね。さあ貼り付けられてここで逆切れ起きて振っていく。さあコンボつないでテント風状態になる混乱。さあこれコンボワンコンでかいぞ入って、さあここで最後の入って1本目取ってたら農者さんの真田、まあ、ワンチャンの火力はやっぱりこう真田はございますんで6段。さあ一回触ると本当に強い。さあ追い返しながら戦いつつ、一回潜られたこれがきついですね。さあこれでサイクロン入って禁止。ちょっとこれは厳しいか、バースト。あとここで空中になってしまうとタクれないんですね。ちょっとこれは空ができた農茶さんがなかったか。はい、ということで
勝ちが農家さんでストレート。はい、シータさんのアギスとオレコンさんがキャラを変えてきました。ゆかりの、対決です。はい、決勝トーナメントの第1試合でございます。さあ、この対決、私自身がこう見るのがちょっと初めてなんで、あれなんですけども、まあ、現在のところ、ちょっと弾幕を張りながら、アイギスを追い返しております、ゆかりといったところで、ちょっとこのガルの弾の空気感をかいくぐってというのがちょっと難しそうですね。ただ、やっぱりこう、テイクダッシュがこう入りの一つになっておりますので、そこの先にちょっと弾があると、非常に動きづらい。1回でいいからとりあえず触りたいというところ。さあ、ここでガーキャン、しっかりここ心を動けていく。さあ、必要以上に近づかない。あと、ここはこう回ったかと思ったがではなかった。からの画面端コンボ入って、これは覚醒飛ばして思いっきり減るぞ。さあ、減らして一気に逆転。しかし、ここで逆切れをしっかり通していく。横移動するんでね。あ、そっから行ったのかな。あーっと、これをしっかりガードしたからの投げ、一本目取っていきましたわ。オレコさんのゆかり。さあ、ラウンド2。さあ、先ほどと同じ説は踏まると、まず開幕から触っていく。アイギス・シーターさん。さあ、ここの空投げの選手が、オレコンさんの経験、プレイヤースキルとバーストアオバー。さあ、コンボ入って、ここで逆入れ。そこで入るのというところで飛んでくるか、恐ろしい。さあ、ちょっとこれ、カス飛んじゃうか。飛んじゃった。火力がでかいアイギス。さあ、ここで、マッチポイント。ファイナルラウンド。まずは上に向けて弓矢を放った。弾幕張って。おっと、ここで攻めていく。ここで思い切って攻めていく。左右が分かりづらい状態からの。ちょっと、これは、アイギスの周りに入った。ちょっとアイギスの周りに入ったぞ。ここからも逆切れ。逆切れのセンスがすごい。非常に良い加減で弓矢とガルが置かれているということで、あとここワンチャン触った。さあ、減らして2500からの中段見えなかった。これは無理ということので、あとここから下段かバルカン。あっと、これはちょっと空中に浮いたのでというところですが、ここはガーフを食らわせ。さあ、ワンコこう繋がらない。さあ、ボム爆発。そんな感じですかね。ということで、はい、決勝トーナメント第2試合、視聴者のバーナス金魚やユキコ。さあ、コンボはまあそこそこのところでストップしたが、さあ、ジャンプで様子を見ながら急がっていく必勝サナダ。さあ、バースト対空をしっかり出すからのコンボつなげて、こっからおっと返されたが、ここはガード。さあ、ワンパンから入るバースト。さあ、ゲージたっぷり空中でシーフル。ちょっと裏回ってコンボつないで、マハラギじゃないアギダインつないで殺しきりはしなかったが、ここでマハジオからバンモーしたが近寄りきれずに、1本目取っていたのは金魚一個。さあ、2本目。
さあこの弾幕をかいくぐることができるか。弾幕入った後コンボがつながらずからのフラッシュをかけるが、ここでディア追い払う、吹っ飛ぶ、遠距離、この遠距離は嫌い。さあカエサルが届かない距離からの D からつなげて、ここで思いっきり投げてくるからの A、 A からの C、 シャガー C からの何の前だったっけ、新技の名前覚えてないし非常に申し訳ない。さあちょっとこれは画面端に寄せていっているのでチャンスがあったが、ここから追い返してコンボしっかり入る、覚醒、ここで逆切れ、このジャンシー強いですよね、とりあえず置いといてバリアなるみたいなところが。さあここでワンパン入った、あっとラスト投げが入って、勝利者の金魚ゆき子、はいお疲れ様でした。はい、ということで次はクマさんのゆかりとマサシさんの中身ですね。何かが起こる予感がするぞ。はい、決勝トーナメント3回戦、クマさんのゆかりと、マサシさんの中身ですね。様子を伺いながら距離を詰めていくマサスさんだが、ちょっとゆかりの弾幕の前に近づききれない、おっとこれ BC からのフェイントだったが、おっとこれ対空からコンボつながらずからの逆でからの空投げ、さあ一気にピンチまで追い込まれた鳴神。さあコンボ入って画面端、さあ足を裏返ってワンボアからの攻めだったが、ちょっとここはスキリアット、ここは悪手だったが、とりあえず様子を見ていたスカイ10文字がどうから逆切れ、あろう。さあここでコンボつないで、コンボつないでワンチャンあるか、ワンチャンあるか、しかし逆でこれこのラウンド3回目だが、しかしこれがなか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 これがヒットしてしまう。シーセッカからまず触っていくジオでちょっと距離を離してしまったが、ここで逆切れをに音がめはなかったところにコンボつないで、さあしっかりコンボつないで画面端つながるつながる固めて、さあここでコンボつなげていくゆかり、あそっち側反射するのちょっと見えない、わからないからの逆側、左右逆、左右逆しっかりガード、とりあえずガード命大事。さあ混乱治ってもう一度チャンスを伺いながらも、おっとここで D セッカー様子を伺っている、体力よりはナルカミ、あっとここで思い切ってセッカーが突っ込んでいった、まあ、これしかねえよと言わんがばかりだが、さあコンボつながってこれでイーブン、ファイナルラウンドバースト持ち越しはナルカミ。さあ C までつないでガードさせて獅子だったがそこに切り返し、さあまあ上手にこうナルカミの間合いに近づかせないというふうなところで戦っておりますが、あっとここで引っかかった魅了と DCC フェイントから近づこうとしたらこれ失敗。さあ投げ入ってコンボ入って画面端でここで逆ゲー、うまいこと使っていく、さあからの画面端コンボと SBC 車ちょっと早すぎた赤バスト、あっとこのボゴスカがガードできなかったが、ちょっと終盤だったので助かったかといったところからもう一回やる、
あーとか、キャンは通用しないんですよね、これね。頑張ってガードするしかない。はい、お疲れ様でした。はい、クーマーさんのゆかりですね。はい、農家さんとガチャワロスさん。農家さんとガチャワロスさん。何かが起こる予感がするぞ。はい、決勝トーナメント4回戦。ノーチャサナダバーダスガチャワロスなるかに。さあカウンターから持っていって、あとはこれは裏に回ってコンボ入る。圧倒的有利に試合を進めているのはノーチャマ。さあここで10文字切ってくるんでしょうというところからの十文字読みからのクイックエスケープ、しっかりと冷静に見ていた。ラウンド2、まず触っていくのはガチャ様だが、しっかりここ B 師匠ガードだが、なかなかこう立て続けにここまでこう B 師匠振ってくる、 A 師匠振ってくるとはなかなか思わないのでというところですが、さあここ逆系ちょっととがめられなかったが、結果をライからのコンボつながって画面端、さあ裏回り空中で叩き落としたが、ここでカーギャーキャンからのクイックエスケープからの ACC。 さあコンボ入って特バースト、高くせバーストしか入った。しかし画面端に追い込んで、さあ次の一手が勝負を決めっと、これがあるんですよね、これがあるんです。落ち着いて吐かせておくべきだったろうか。さあこの精神的ダメージがこう3ラウンド目に影響していないかどうかが唯一気がかりだが、逆ギレしっかりコンボつないで、しかし切れたら切り返す。おっとここのココスコにはとりあえず逆ギレ吹っ飛けて逆ギレが入って、しかしその後の獅子に対して各班入れていくからの、これは裏回りをしっかり見てからの B2B なのか。あとここで一撃パラしてくる、これがガチャロスワウド。さあ最後の3発入って、キンボキンボちょっとこれは最後ちょっと10文字入力間に合わなかったね。うん、まあまあそんな日もあるでしょうということで、お疲れ様でした。はい、ということで、何かが起こる予感がするぞ。はい、では準決勝第1試合、オレコンちゃんゆかりバーダス金魚屋ゆき子の対決。さあまず試合を優勢に進めているのはオレコン、相当ここからどうすか、思い切っていった、思い切っていくな。さあダメージを一気に取っていって、あっという間にユキコがピンチからの左右逆、とりあえずディアに半角入れてコンボからのこのまま KO、 パーフェクトで一本目取っていたのはオレコンゆかり。さあ2ラウンド目、ちょっと何がわからなかい状況で試合が進んでいったが、どういったところなんでしょうか。ディアでとりあえずシオングからのディアに対してクーだから半角入れていく。さあ左右が逆でちょっとわかりにくいところで、さあ溶けたところに入る。さあこれで一旦状況はフラットに戻したというところでございましょうが、ちょっとこの球がね、どうやらこう床の方が早く発生するんで、何かと面倒くさそうなこうユキコというか、ちょっとまあゆかりというキャラクターがまず死んじゃうということもあるのでわからないところもあるんでしょうが、優先に進めております。オレコンゆかりというところで、さあピンチ出すものがない、とりあえず出すものがない、ちょっと発砲したがいな状況か。これがキャンコンボつないで、これはオレコンさんの勝利でございました。はい、ではですね、クマさんのゆかりと農家さんの真田、はい、遠距離から立ち回れるこうあのゆかりとインファイターの真田、まあ、しかしワンパン入れば怖いという真田。
先ほどもこのカードございましたが、対戦相手が少し違いましたというところ。さあゆかりがコンボをつないでいく、クイックエスケープなどを駆使して近め、おっとここで、あっとバスト、しっかり吐く。ここはまあ吐いていくしかない。このジャン・エイが何発ガードさせるのかちょっと分かんないということで、情報をちょっとバースト入ったところで、さあコンボ入った、おっとこれでちょっと手が届かない、ちょっと悔しい。しっかりガード、さあ画面端で追い込んでいくイクアリー、なかなか真田の前に付け入らせないというか、おっと引っかかった、ここワンチャンというところで逆切れが来る、おっと空中コン、空中台からのその後の展開が熱い、これはこのままぶち切るか。さあ根性値見せた、人間根性値。さあ1本目取っていたのはノーチャーサナダ、これはしっかり振り向きから対抗した、これ市場だったからの AAA からコンボつないでからの足払い G 名からの大き攻め、1点構成出るからのコンボつなぐ、一気に減る3222、まあ、決してゆかりの体力はやはり多くはないんで、まあ、軽量級ということで一気に体力が減っていく。さあ負けじと弾幕を張ってじわじわとダメージを与えていく、おっとこれはちょっと操作をミスをしたような感じだったが、まあまあそこは気にしないとして、マハジオダインからのワンモアからの、そこで逆切れ来るのからのこの、おっとキンパー、ここでキンパー、あーっとここはマハガールラリー繋いでファイナルラウンドイーブ。さあバースト持ち越しはノージャ様だ。さあラッシュかけていく、さあ画面端とこれが繋がらないが、もう一回からの、さあペルソナが使えなくなった、まあ、時間はそんなに長くないということで再びペルソナ復帰。このジャンエイが強いですね。まあ、A が速くてその他の技はリーチが長いといったゆかりでございますが、さあここは畳みかけていく、圧倒的さが有利で優位で試合展開そのまま KO。 はい、ノーチャさんですね。シャドウいませんでしたね。うん、まあ、シャドウなる神が結構やばいとかいう風な話を聞いたことがありますが、まあまあそんなこと置いといて、まあ、ちょっと先ほどもございましたゆかりバーナスユキコの対決ですね。さあ今回は画面端で追い込んでいる金城さんのユキコを設置して、これはしっかり逆切れが、まあ、ちょっと感覚はそんなに高くはなかったが、まあとりあえず展開的にはユキコはリードしております。ジャンエジャンエジャンエからコンボつないで、さあリーペルソナ振ってきて、さあ固めるからの、ちょっとこれ投げは名前が遠くて届かない、投げはちょっとこれ今回発生が早くなったんですかね。さああとここでしっかりボゴスカガードしっかり見ていました。ちょっとこれはちょっとイメージと違うような形になってしまったか。まあ、ユキコも体力は高くはないので、ちょっと注意1秒事故一生といったところでございますが、さあディアで追い払う、とりあえずディアで追い払う。さあこれはマハガルーラが発動する展開になると非常に厄介、とても厄介。さあときた、
あっとマハラダブルが終わった後のボコスカが当たったが、その後下ったと、ディアディアが届かない、ライフ届かないからの KO。 まさか高い方が当たってしまった。あのままむしろこうマハラダブルが後半で引っかかってくれた方が安かったのかもしれませんが、まあそんなことは気にしても力がないでしょうということで、さあ前ダッシュしたところに小足が刺さって追い払うディア。AA で慎重に間合いを取りながら、ユキコならではのこう前に持っていきたいというふうなところでしょうか。遠距離をしたとちょっとこれきついような感じ、先ほどから見てるとそのような感じ、まあ、中距離で差し込んでその後にコンボでつないでいったというふうな展開になるんでしょうか。ああ、ここで空中投げ、さあ投げが入って、まだ試合の展開はわからない、から逆切れ、マハラギラインでその後固める。おっと、ここはちょっとコンボが入らなかった、そんな日もあるということで気を取り直して空中ガードをしておくからのボーンの爆発ですね。まあ、このゲーム超ラブ強いです。はい。この戦いそれぞれの実力が。はい。さあ決勝戦です。第1回ビフォーズショートランバと決勝戦。ノーチャサナダバーブス。オレコンユカリ。さあ画面端コンボを決めていくのはノーチャサナダからのこの空投げがうまいオレコンさんでございます。コンボっきりここでボコスカからのコンボ決めて、さあどこまで伸びる伸びる伸びる、4417。さあ覚醒したサナダがだが、おっとここでお互い覚醒、覚醒したということでこれでマハールが打てる状況。ダーキャンからの打ちますよね、これが見えないですよね。前半で当たって結構火力あるかな、走行走行だったが起き上がり軽かされるペルソナ、ペルソナ D かな。さあこれバーストしっかり判断からの、またマーガルラなのよねからの落ち着いて終了からの投げ。まず1本目取ってたわ、オレコンユカリ。さあ攻めていく、攻められるくらいなら攻めていくというふうなところでしょうか。ワンパン食らうとその後痛い、ユカリの体力はそんなに高くない、何回もいいわ。さあまあこの圧着された時のね展開が非常にやっぱり厄介。逆切れそれなりに隙もあるんですけれども、ちょっと終わり際がねなんかいい感じになることが結構多くて、まあ、このままいきますかね、このままいきはしないが、と裏回り工具ですね、まあ、これはガードできません。さあファイナルラウンド、バースト持ち越しはノーチャーだから、まあある程度こうお互い回復してるっていう風な状況でもございますので。さあ A から、さあボコスカ入って、ここボコスカ入ってからのコンボしっかりつないで、さあちょっとサナダがワンチャン伺える前になってきた、あっとここでコンボ入るからの一瞬ペルソナ使えないだが、ここがギャン、さあ逆切れ、ここの空投げがうまいオリコンさん、マハジオダインからのきっかけを作りたかったが抜けられるから、直が直がでしのぎながらのダッシュをかけているのはオレゴンユカリ。さあキャン、ガーキャンにゲージをつないでいく、さあここでキンバー、ゲージ溜まった、さあゲージが溜まった、このゲージの何をするか、左右逆これで迫られると非常に怖いから、溶けてマハジオダイン、もう一発いく、さあボコスカー、これは出るぞ、あっとあっと逆入れ締めた、
優勝したのがオレコンさんのゆかりです。どうもおめでとうございます。おめでとうございました。はい、ということで